ナビだね。そうですね。一体機種がというかね、ラインナップを見てこれかこれみたいなのをちょっとし軽く絞ったんだよね。これ抽選大事だな。微妙なとこ来ちゃったよ。ただどうだ、何人いたのか、まあ、120は当然いるんですけど、120番だからね。200いたかな。200いたらまあ言っても真ん中ぐらいだから、まあ悪くないねって話なんだけど、木さんだとケツの方じゃないかな。少なくとも真ん中より後ろだと思う。はい、おはようございます、牛尾です。岐阜県岐阜市からですね、車で2時間ちょうどぐらいかな、かけてやってまいりました。静岡県は藤枝市、コンコルド築地東店さん、初めてのホールさんになります。コンコルドグループさん、静岡の中ではもう僕の中では一番大きな、ね、チェーン店であると、グループであるという認識なんですが、静岡でのこの来店収録っていうのが昔ね、一時結構あった時期もあるんです。でその頃それこそコンコルドさんとかのグループ店さんにお邪魔してたりしてきたという経緯があるんですけども、からね、もうかなりちょっと間が空いて、あ、もう静岡ね、僕ほら岐阜なんで言うてもお隣じゃないですか。なかなかね、ちょっとその行く機会がもうないのかなと思っておったらですね、ここになってですね、ようやくまたその静岡県がですね、来店あるいは収録というところを、ね、活性化してまいりましてですね、おかげさまで今月もう2回目かな、先週も実はコンコルドさんにお邪魔してるんですけども、非常にですね嬉しい傾向だというところで、コンコルドさんがね YouTube 始められましたよ、コンコルドチャンネルで、そのコンコルドチャンネルで今まさに放送が、まあ、今日5月15日なんですけども、もう 1本目2本目まで上がってるのかな、あのミニオンタックという番組をやられてまして、そこに僕は松本バチ君とタッグで出演させてもらってるんですね。はい。でまあすごいね、大きい賞金がかかってる大会というか、まあ試合なんですけど、試合形式のバトル、出玉バトル形式のね番組なんですけども、ちょっとね優勝したらいっぱいお金もらえるみたいなんで、今頑張ろうという感じでバッチ君と一緒にですね、手と手を取り合って、肩と肩を組み合ってですね頑張っておる次第なんですが、もしですねこの番組ご覧の方でコンコルドチャンネルご覧になっている方いると思うんですけども、もし知らないという方いらっしゃいましたらぜひチェックしてみてください。でチャンネル登録していただけると非常にありがたく思います。ということで今回は牛尾 TV での収録になるんですが、いや結構な人数でしたよ。まあ、コンコルドさんどこも強いんですけど、200いたかな、200前後ぐらいっていうところで121番なんで、狙いどころとしてはね、正直台数とかの見たら、まあ、マイジャグいいかなとか思いつつ、あとそろそろスーパーハナハナ、あんま入ってるんですけど、スーパーハナハナちょっと触りたいなとかね、そのあたりちょっと一応念頭に置いてきたんですけど、あいにく121なんで、まあ どっちか取れるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、なんとかね、その辺の機種にしがみつけたらしがみついて、頑張っていきたいなと思います。近くに爽やかハンバーグがありますんで、今日土日だから来ねえかもしれないけど、爽やかハンバーグに爽やかな気持ちでですねランチしに行くというのを一つ目標にですね、頑張ってこようと思います。といったわけで実践行ってまいります。ほうほう、あー空いてるぞ、ちょっとよしよし行ってみっか、取れた、よしよし、はい、それじゃあスーパーハナハナ、いやね、実はねめちゃめちゃ遅ればせながらなんだけど、今日初打ちなんだね。いやもう出た当初というか出る前から
あ、これは避けて取れねえなと、ね、光物フリークとしてはね非常に待ち望んでた台なんですけども、本当にね打つ機会がね全くなくて伸び伸びになっちゃいました。ようやく出たよ。うしお TV をご覧の光物フリークの皆様におかれましたね、もう結構な勢いで皆さん台の中身については把握されているかとも思いますが、まあ、はなはななんですけど疑似ボーナスタイプね、ボーナスが、まあ、ビッグとレギュラーあるんですけど、これは疑似ボーナス AT になります。ビッグで純増で150枚ぐらいかな、うん、で何しろその疑似ボーナスで出玉を増やしていくというタイプなんですが、しかしまあコンコルドの炊事東店さん今回初めてなんですけど、系列のお店もすごかったですよ、ね、今月一回お邪魔しましたけど、こっちのお店もね朝案の定200人ぐらいやっぱ抽選並んでて、しかも平日だったんですよねあれ確か。いやでね、まあ静岡9時開店なんで、まあ、例によって9時からまあ我々3時まで収録したんですけど、帰り際はまあ、ね、一応各島覗き見したんですけど、いやこれ前代行ってんじゃねえみたいな機種が結構なそこかしこにとか何機種かあって、なるほどねと、前日のデータで、あれ花火通にH が入ってたりもしたしね、うん、いやーなるほど、やっぱコンコルドさんすげえなという話をしながらバッチ君と帰ってきたんですけど、よしちょっと手こずったけど356で、ボーナス私勝手にするんじゃなかったこれ、そうきますか、まあいいでしょう、あれレインボーになったらレア役フォローね、はい、でここ寄ってもらえるかな、これでユリカナップついたんですよ。ランプ消えてないんですよ。あれやっぱさっきのあのなんかは油っこいあれなんか そういうやつだった？フリーズしてねえかこれ。あ大丈夫。これどっちだっけ、これどっちかのバーが上とか下だとね、天国とかスーハナモード下とかがあったんだよね。いや初手から1ゲーム連とはなかなかやってくれるね。ちなみに投資は7000円です。46枚貸し。はい、ボーナス消化し終わったところなんですけど消えたんだよね。ね、この右下のなんもないからね。はい。これどうなっちゃうの？ちなみに数花ボード中は10分の1でボーナスの抽選してるんですよ。で、まあ天井が32、これが32なんだけど、まあまあ10分の1なんで、やっぱ追い込まれれば追い込まれるほどピンチにはなるよね。例えば20ゲームとかいっちゃったらさ、あもういないんじゃないかみたいなね、ちょっとおきどき的なね。てかここ初っ端ねえ、まあまあハマったから設定云々とかみたいな部分をやっぱ意識しながら打とうと思ったら
だから意識しながら前向きに打とうと思ったら、ちょっとここは早めの当たり欲しいよ。ちょっとなんだっけ、96ゲームとかまでが引き戻しみたいなことになってんだっけ。引き戻しても当たりの確率は変わらないんだけど、要はまあそこで当たるとね、そのモード以降の面で優遇される的なね。よし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 、間に合いました。193、消えたな、また。お、これはこれはどうですか、今のチェリーでナチュラルに初当たり引いたって可能性もあるけど、ラッキーラッキーラッキー。いやだからこれで次もう一発早いのが来たら通販モードに上がったってことでしょう。ああ、これはユリカランプついてるわ。で一応持ち玉というか出玉が319枚なんで、はい、これやっぱ上がってねえか。ものすごいユリカランプがついてるのは初めましての挙動。スーハナボードゆえのユリカランプなんでしょう、これ。奥さん違いますか。ほらやった、15上がってた上がってた。早々に始まる可能性あるぞ。でさっきも言ったけど、ウーハナモードに上がった時の 30% で超スーハナ以上だから、まだついてる。10分の1だぞ。20、こうなるとおやおやって感じになるんだよ。30、何かの間違いで32ゲームラッキーボーナスないないないです。あー、なるほど。でちょうど32でユリカランプも切れました。なるほどね、なるほどなるほど。よい、104。いいでしょう。はい、一応ランプはユリカランプは消えてますけど、30まあいないよな。まあこれの繰り返しだからね。うん、まあでもね、やっぱこの意図的な連チャンがあることによってね、やっぱそのうわ来た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 、37、またチェリーじゃないかこれ。これどうよ。うん、有利カンプついてんだぞ。おーし、来たー、来ました、狙い通りのスーハナモード、イエイ、最高。初当たりで出玉をちょっと増やしながら上がったね。一番いいよ。おー来た、やった。どういう出目どうなんのこれ。おー、レインボー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 、やりました。完全に乗ってきた。い
やー初打ちからこんな噛み合っちゃっていいのかしらね本当に。ではこのチェリーじゃなくて上がリプレイのやつだったら素鼻戻したね。頑張れ。よし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 最高。最高。10の3で今合算72分の1まで上がってるからね。6で89分の1だっけ。いやと考えるにめちゃめちゃねえいい展開なんじゃないかと思いますけどね。一応あの37ゲームで当ててからまあ一応4連ただ1ゲーム連込みだからな、まあ、3連まだ極みスーパーあ極みスーハラモードを意識するようなうん連チャンは来てないね。まあ極みまで行くと要は極みで当たるでしょ。1、2、3最悪3連というパターンで終わっちゃうことがあるんだけど、うん、一応3連これ3連が2回刺さったわけじゃない、うん、でもそれは、うん、そういうことは多分ありえないと思うからやっぱ普通にスーハナモードとかだったんだろうね。31杯次ラストあおおいた32セーフやりましたやりました。ここで1000枚だからまあ言ったら続けば続くほどね上位モードのスーハナモードに期待ができるっていうことなんで、いやー今ちょっとだいぶね期待感高まっちゃってるよ俺。持ち玉1050枚。31、2連続32なことなことはないと思うんだけど、はいおいや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 十分の力なすぎだろついてるありがとうありがとう。なるほどねなるほどね。あのボーナス終わった時に消えるなってやっぱり一回でもお願い しろってことだね。うん、まあ、出てる枚数はまあ言ってもまあこれで1300枚ぐらいかなになるんだけど、いやこんなにね展開が噛み合ったパチスロ本当最近したというか下手したら今年一番噛み合ってんじゃないかな。消えるなと思いながらランプ眺めてるとやっぱいいね、うんうん、そこにも一喜一憂できる。まあいいや行きます。26もう本当だともうこの辺は諦め入るところなんだけど2連続で32やってるからね2度あることは的な話になんねえか。30はい、31どう思います？
俺はいないと思う。ああで言ったらあったんじゃないかなと思ったけど、はい、で、はい、ユリクが決めました。いやーまあまあ連射したよ。 1,2,3,4,5,6,7 連、1ゲームで2回込みの7連。いやーありがとう。52。あれ、あーで、ユリク間ランプが、あーまあ違う、ごめんなさい、勘違い勘違い、もうそれボーナス中はつくわ。32、あちょっと待って、やりすぎじゃねえかこれ。ちょっとなんか、まあ、かねえ、噛み合っちゃってるからもうしょうがないんだけど、いやこんな簡単に出る。ボーナス外れとか行くとさ、その分順応は若干減るんだけど、で1ゲーム連続サイド上がるからね、うまい作り方だなと思う。まあ、チェリーと外れ、まあ、スイカはまあこの際一旦置いとくけど、チェリーと外れ合わせればまあそこそこ引くからね。いや1ゲーム連はやっぱ当てにしたいとこだね、これこの機種を打つ上では、出玉増加っていう面でね。さあどう、スハナモード、ここでまた上がっちゃってたりするだったらもう大変なんじゃない今日。うわーやったー、大変大変。いや俺これ6号機史上今一番楽しい時間過ごしてるかもしれないな。あまあまあ6号機 AT 機の中で言ったら展開の噛み合い方がやばいよね。ほら一撃でドーンとかじゃないじゃない、ちゃんと初当ててねえいいとこに上げてみたいなのを、ああものすごくそのいい感覚で繰り返せてる。一発落ちか。ただ一山掘った後52で引き戻しての、まあ、3連か。いや全然 OK だよね。ね、またすぐ当ててあげますから。だしまああれだね、引き戻しゾーンっていうか、まあ引き戻しゾーンか、要は32年連チャーしなかった時にやっぱ浅いとこで引っ掛けてそこから通花ボードっていうのがまあ王道になるわけじゃない。ってことは展開としては多少初当たりの波が荒いぐらいの日の方がいいかもね。だらだらなんか中途半端なゲーム数でねえ当たり続けちゃうような感じだとなかなかセダナモードまで上がらないとかねっていうような感じになっちゃったりするんだろうから、まあ多少ハマってもまあポンポンって初当たりを引ける場面が要所要所で来てくれるようなね、まあまあもちろんそんなの狙ってできることじゃないんだけど、あほら そういうの日によってあるじゃない。今日はちょっとゲーム数ハマるけど連チャンはするなとか、逆に大してハマりもしないけど早いのも来ねえなみたいなさ、まあ本当どっちも花々にありがちなね共同展開だと思うんだけど、ことね数花に関してはうん初当たりは波が荒めの方がね
展開としては面白くなるはず。てか絶対そう。よしよしよし、266。まあまあまあいいとこじゃない。早い当たりポン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 引いた後だからね。そう、帳尻合わせの深いのを連れてかれるかなとか思ったけど大丈夫でした。うわ来た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 。しかも特殊点滅。最高です。一応スーハナボード以上濃厚のパターンっていうのがあるんですけど、ハイリスカスが左だけ点滅とかね、あと左だけ点灯とか、あとスペシャルテンパイオンとかね、第三停止時に下皿振動とか、リール枠レインボー、 SP テンパイオン、あとはボーナスの BGM 関係だね。OK、 23続くね。イエイ続くね。12。ちなみに極みとかに行ってたらビッグの時も確かね4分の1とかでね極みしさが出るはずなんだよ。まあビッグしか行ってないんだけど極みしさ出てないんで、どうなんだろうね、ちょっと分かんないけど、大変大変。これ極みの方行ってねえか。これいやーでもまあ上出来も上出来、ケチのつけようがないよ。そしてもうあと1時間ぐらいだから、まあ今日の勝ちがもうまあまあだいぶ前に確定はしてたのが、やりましたというか19の6で合算50分の1できすぎ。いいよ稲子。いいとこいいとこ。ビッグ1回まあ純増150枚で約ね。でまあ50枚あたりのコイン持ちが約50ゲームなんで、150ゲーム前後ぐらいで引いてる分には、まあ、まあビッグを引いてる分にはまあコイン減らないんだよね。だからっていう当て方をしつつ連チャンを待つみたいなね感じで、まあ今日本当マイナスのスランプが全然ないんで、連チャンで増えた分がちょうど丸々残ってるみたいな感じですよね。っていうかむしろちょっと増えたからね。これ見て、手前のレンチャン終わったとこの最大獲得が2514だったけど、175増して、ね、2557。よし32。ここは上がらず。100。ほんとはまんねえ。ちなみにレギュラーまあだいぶビッグに寄ってんだけど、あとはレギュラーも213分の1でむしろ全然いいんだよな。一応ボーナス周りでいうとレギュラーの設定差が大きいんで、まあ合算と合わせてねレギュラーの確率を見るようにしてください。なんか上がって当然みたいなさ展開だったんで、まあこれも多分上がってないだろう。今20ゲーム、そう上がって当然だったからなんかちょっとねおいおいって感じがしちゃうんだけど、その実鳴らしても 75% は上がらないわけだから、
いやいや、そういうもんだと、ね、ちゃんと分かってますんでね。うん、どうだろう、これ自力臭くねえか。29、おー、よし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 、今色変わってたね、黄色だったから2以上で、とりあえず3以上の下が出た。やっぱりな、これまあやっぱ明らかに予想がおかしいもんな。オッケー、さあ本格的に3000枚大手。まあまあ全部連チャンとは言い切れないんだけどね、連チャン終わったけど早い引き戻しでね、また始まってみたいな。わあ、来ちゃった、来ちゃいました、3000枚ありがとうね。最後もきっちり6連チャンしたね。で、1グラムぐらい込みで。30。おお、入った。31、32、3回目。よし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 、いやー最後にまた一山持ってきたね。一台の出玉って考えると今年3270枚とかが一台の出玉的には最高なんだよね、だったんだよね、まあ、半日の実戦でね。これ塗り替えたね。あ、違うか。おお、六角じゃん、やばー、マジでか。やっぱあるんだね。そうですか、そうですか、やっぱコンコロさん好きだな俺。うん、あのいや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 、20、いやもう32まで諦めねえぞ。31、終わったね。まあもう時間オーバーしちゃってんでね、まあ、ここでスパッとやめるかね。ビッグ30の化け8、合算49分の1、最高です、最高です。はい、ありがとうございました。投資322枚、回収3778枚、結果プラス3456枚、やりました。まあ、スーパーハナハナ、まあまあ面白いのはそれは分かっているんですよ、面白いのは分かっていたんですけど、まあ一つそうですね、打つ前の段階でやっぱりそのビッグ一発150枚っていうのが果たしてその打ちながらね感じる出玉感としてまあいかがなものなのかというのをね一つ懸念したんですけど、全くでしたね。はい、まあ、ビッグ1回50ゲームじゃないですか。で、純増約150枚っていうところでは、まあ、3枚なんですよね、純増がね。なんで、まあ、ペースとしては、本当、まあ、置き時ぐらい。うん、置き時は、まあ、あれ、かつての置き時ね。で、ビッグ1回210枚ぐらいの平均値でしたけども。まあまあ、コイン持ちがね、何しろ50ゲームぐらいあるんで、
うん、同じ30ゲームとかの連チャンゾーンですけど、その紹介してる間にやっぱコインが減らないというところで、増え方のイメージとしてはドキドキの、うん、天国以上にいる天国モードにいる時の増え方に似てるなというイメージでした。でちょっとね、あんなに上がるもんじゃないと思うんだよね、うん、なんだけどよっぽどだから当たり引くタイミングと、あとはそのいいとこで引けてなくても運よくみたいなのがね、かなり多かったんじゃないかなと思うんですけど、まあポン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 上がって、ポン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 上がったんで、でよあのさ、俺ほんと六角とかさ、そういうのとはほんと無縁のパチスロ人生だったんですけど、とうとうやりましたよ、長いことやってますけど、まあ普段ね、そういうのがあんまり出る機会を打たないっていうのがまあ一つ理由としてはあるんですが、本日も初めてお邪魔したんですけども、コンコルド辻東店さん、いや朝からね、まあ、もうたくさんお客さん並ばれてて、でもう終始ねお店の中にぎわってたんですけど、ファーと最後やっぱ見たら、そうね、やっぱうん、ってことは番長とかそっちの方やっぱ朝行く人たち多かったし、まあ、今もバチバチ稼働してるんですけど、まあそっちはまあまあなるほどっていう感じだし、その他あとやっぱその俺今日朝迷ったんですけどね、マイジャグラーもう下手したらこれ外れないんじゃないかぐらいの、うん、勢いだし、あとなんだろうな、アクロス系が異常に強いんですよね。だからバーサスとか花火とか、なんだったらドンチャン2とかもなんかいい利益だったように見えましたけど、ね、あとなんだったらニューパルとか、なんかノーマルとかもかなり手厚く、うん、使ってくれてるホロさんなんだなと。いやコンコルドさんだから最近ちょくちょく系列の店にも邪魔したりなんていうのがあったんですけど、また今日もですね、コンコルドさんの懐の深さといいますか、底力をですね、お見受けしたという感じでございます。また機会があれば、もうこういう状況だったらもういつでも危機として派生さんじますんでね、はい、ご用命とあらばという感じでですね、ご覧の皆様におかれましてはですね、ぜひともでっかい宝島みたいなもんですから、ぜひ遊びに来ていただけるとよろしいんじゃないかと思います。ということで今回はこの辺で失礼させていただきます。最高の一日になりました。ありがとうございました。さようなら。